皆さんこんにちは。ハーモニアスニュースの時間です。今回は建築指導課から今後発生が予想される大地震から命を守るための耐震補強工事などの補助制度についてご案内します。万一の地震から命を守るための補助制度、木造住宅耐震改修促進事業とはどんなものなのか、早速建築指導課で伺ってみましょう。昭和56年5月31日以前に着工された建物は、大地震が起きた時の安全性の定めが現在の基準とは異なっていました。そこでご自宅の耐震性が現在の基準と同等にするための改修を行うための補助制度があります。今お住まいの住宅が木造で昭和56年5月31日以前に建築された場合は、大きな地震に耐えられるかどうか確認する必要があります。そこで市に登録している耐震診断士が専門家の目でご自宅を診断します。お住まいの住宅が木造で昭和56年5月31日以前に建てられた方は、建築指導課へお問い合わせください。市に登録している耐震診断士が専門家の目でご自宅を診断します。耐震診断費用は建物1棟あたり10万8900円の一律金額になり、耐震診断の補助金額は7万3000円です。耐震診断の結果、倒壊の危険がある場合は早めの耐震補強工事をおすすめします。耐震補強工事の補助金額は上限が50万円で、対象は補助金を利用して耐震診断を行った結果、倒壊の危険があると判断された方です。それでは実際に茅ヶ崎市の補助制度を利用してご自宅の耐震診断を行った小山ご夫妻のお話を伺ってみましょう。よろしくお願いします。早速ですが、まず耐震診断をやってみようと思ったきっかけを教えてください。はい、私の家は地元の大工さんが丁寧に建ていただきました。建てて55年になります。しかし増築をその後繰り返しましたんで、ちょっと地震上非常に弱いなというふうになりましたんで、耐震工事をしたいなと思うようになりました。しかしなかなか思うような大工さんに見当たらないんで、建築指導課の方にお邪魔しまして相談しました。そこで耐震診断を進められましたんで、それと同時に、大工さんの方もいろいろ紹介していただけるようなんで、これすぐ申請をいたしました。それでは耐震診断士が作成した工事計画や見積書は参考になりましたか？これは耐震工事というのは初めてなんで、これは大変助かりました。一つの金額的にも一つの目安としてね、非常に良かったと思います。茅ヶ崎市に登録されている診断士は現在25名ですが、リストから診断士をどのように選びましたか？これは家を建てからずっといろいろ世話になっている建築業者さんがおりまして、そこの社長さんにこのリストを見ていただきました。でその中から推薦された診断士さんを、人柄とかあるいはその人の評判とかそんなことを伺いまして決めました。それでは診断士さんの対応や実際の診断はいかがでしたか？もう思った以上に丁寧にもう見ていただいたと思います。では建て替えや引っ越しではなく耐震補強工事を選んだ理由を教えてください。これはもう耐震、それから耐火、そして小さく建てると、これがもう一番いいと思います。しかし自分の年齢を考えますと、これはちょっと考えものだなと思いました。そして長年やっぱり住み慣れた環境、そしてまた庭にあります桜が毎年春には満開でね、これ楽しみです。こういったことでぜひここはもう耐震改築、耐震工事、これに限ると思いました。また私の場合は高齢ということで、
補助金にもたくさん上乗せいただきまして本当に助かりました。ありがとうございました。耐震診断の結果、倒壊の危険があった小山さんは耐震診断士から丁寧な説明を受け、ご自宅に住みながら耐震補強工事を行ったそうです。それでは実際に補助制度を利用して耐震補強工事を行った感想を伺ってみましょう。住み続けながら工事を行ったと思いますが、工事の音や振動やほこり、困ったことや工事用の車でご近所の対し気になったことなどありましたか？これはまあそれほどでもなかったんですが、まあほこりはちょっと木造建築でちょっと多くて大変でしたが、まあこれはしょうがないと。あとご近所へは工事を始める前と後にご挨拶に上がりました。工事をする時の荷物や家具の移動はどうしましたか？大工さんにお願いしました。特に大工さんの場合は工事の具合によりましてね、移動をやりますので、やはり大工さんにお願いするのが一番だと思いました。耐震補強工事以外のリフォームなどは行いましたか？リフォームは洋間がちょっと変形したものになって変形をしておりましたんで、また元に戻しました。その他廊下の動線の変更とか、それから2階の洋間の天井の張り替え、それからベランダの撤去、新設、そういったことをいたしました。耐震補強工事を行った感想をお聞かせください。何より嬉しかったのは素晴らしい診断士さんと、それから棟梁にお会いしたことです。ただ年齢を考えますとためらいもありました。どうしようかと。幾度もこのためらいはね、繰り返しありましたね。しかし本当にやってよかったと思います。先日も地震がありましたが揺れました。少し、しかしその揺れた中にも何とも言えない安心感を感じることができましたんでね、本当にやってよかったと思います。最後にこれから木造住宅の耐震診断を検討されている方へ一言お願いします。耐震に心配があると、こういう時はまず耐震診断を受けるということが、これも最大のことで、ぜひこれをお勧めしたいと思います。で、診断をして自分の家がどういう状態になるか早く知れば知るほど、どうすればいいか、その対応策もいろいろ出てくると思いますので、余裕を持って検討できる。まず耐震診断、これが私の今回の工事をやった感想です。85歳になりますしね、体も不自由なんですが、おかげさまで耐震工事をしてからなんか元気になったようで、レコード趣味なんですけど並び替えたり毎日聴いたり、音も良くなったそうです。それに何よりせっかくやったんだからあと10年は生きたいと毎日意欲的になっておりますから、やってよかったなと思っております。いろいろお世話になってありがとうございました。ありがとうございました。昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅にお住まいの方は、万一の地震から命を守るためにも、まずは建築指導課へお問い合わせください。茅ヶ崎市の補助制度を利用して耐震補強工事ができる可能性があります。続いて危険なブロック塀などの撤去に対する補助制度について伺ってみましょう。茅ヶ崎市では道路の通行の安全性向上のため、不特定多数の通行者に危険が及ぶ可能性がある塀の撤去に対し上限20万円の補助をする制度があります。危険ブロック塀などの撤去費補助金の対象は、ブロック塀などを所有し市税を滞納していない方、補助金額の上限は20万円です。こちらの補助制度は申請窓口がブロック塀などの面している道路の種類によって異なります。まずは建築指導課にご相談ください。それでは実際に回覧板で茅ヶ崎市の補助制度を知り、ブロック塀を撤去した新倉さんのお話を伺ってみましょう。実際に申請しようと思ったきっかけを教えてください。そうですね、古いブロックが、亀裂が入ってましたので、
補修しなければと以前から思い、まあ、今回の補助金制度を知ってやることにしました。申請をする際に大変だったことはありましたか？わからない書類は、まあ、業者さんの方で全て揃えていただけたので特にはありませんでした。工事中に大変だったことはありますか？道路の通行や音など工事中にトラブルはありましたか？事前に工期の方を伺ってましたので、特に通行人に対する安全対策もきちっとされてたということで、まあ、トラブルは聞きませんでした。で、私の方で逆に見やすくなり感謝されたほどです。塀の撤去について補助金を利用した感想をお聞かせください。まあ、有効だとは思うんですけれども、まあ、できれば補助金をもうちょっと額を増やしていただければと思ってます。地震に対する倒壊の危険が減りますし、まあ、感謝もされるので、この制度は良いきっかけになると思いました。これからブロック塀の撤去を考えている方へ一言お願いします。通行人の安全のためにもぜひこの制度を利用することをお勧めします。危険ブロック塀などの撤去費補助金の対象はブロック塀などを所有し市税を滞納していない方です。心当たりのある方は建築指導課までご相談ください。茅ヶ崎市では、安心安全のまちづくりに取り組んでおります。その一つといたしまして木造住宅耐震補強事業を行っております。これにつきましては平成18年度より、進めております。現在までのところ327件の、申請をいただいてまいりました。また危険ブロックの撤去事業、まあ、こちらは令和元年度より進めておりまして現在までのところ36件の申請をいただいておるところでございます。まあ、このように多くの方のご協力のもと事業を進めてまいりました。この度過去に実施をしていただいた方にインタビューを行いまして本当にやってよかったというようなお話を多数聞けたことから本当に長く続けてきてよかったなということを感じております。続いて茅ヶ崎市からのお知らせです。新型コロナワクチンの接種は国の接種順位に基づき医療従事者、高齢者、基礎疾患のある方、高齢者施設などの従事者、それ以外の順で進めていく予定です。より詳細なスケジュールは決まり次第随時お知らせします。ワクチン接種にかかる費用は無料です。接種を希望する方は茅ヶ崎市から届く案内をもとに手続きを行ってください。詳しくは新型コロナワクチンコールセンターまでお問い合わせください。以上ハーモニアスニュースでした。